どうせ稼いでたね。そう、CDL 過去最高かもしれないですね、今。まあ、COD フランチャイズっていう、まあ、今 COD のプロリーグの仕組みの話なんですけど、まあ、フランチャイズ化されてて、いわゆるフランチャイズリーグっていうんだけど、あの NBA のバスケとかと同じ仕組み、例えばアメリカのこの州のチームっていう枠があって、それを買って、チームが買って初めてそのプロリーグに参加できるって仕組みなんですけど、あの COD は一枠、例えば僕がアメリカの、例えばアトランタのチームの枠を一枠買うとしますって、そうなるとあの30億円なんですよね、日本円で約30億円。だからプロリーグに参加するために30億円必要なんですよ。本当にあのプロスポーツな規模の、まあ、プロスポーツもっと高いかもしれないけど、それぐらいの規模なんですよ、今 COD のプロリーグって。だからフェイズとか、アトランタフェイズとか、オプティックだったらオプティックテキサスみたいな、オプティックがテキサスっていうあの州のチームの枠を買って出てる。だからチーム名が変わってるんですよね。で、このフランチャイズリーグ、まあ大体こう視聴者数が多い、まあ、この大会はなんかもうお金になるなって思われた、そういうゲームのタイトルが大体結構フランチャイズ化されていくんですけど、オーバーウォッチとか、なんかバロラントもそういう話あったのかな。まあ今 COD はそういう仕組みになってて、 NBA だと2570億円。やっぱプロはスポーツは違うわスポーツ違いますね。もうだからそんだけ、まあ、COD もゲームだけど一枠30億円っていうフランチャイズリーグでやってて、でこのフランチャイズリーグのメリットっていうのは、まあ、まあ大会の規模、大会の頻度、賞金がやっぱレベルが上がるよね、全然。で、選手からしても、まあ、チームからしても、給料だったりとか、選手、あの選手だけじゃなくて、選手、コーチ、リザーブの全部の給料も確定されますっていう、サポートがめちゃくちゃ手厚くなります。で、大会もめっちゃあります。賞金もあります。だからすごく長期的に見たらゲームとしてはいいと思う、本当に。選手からしても。やっぱ安定してめちゃくちゃね、クオリティの高い大会が開かれてるっていうのは、視聴者からしても選手からしてもめちゃくちゃいいと思う。で、まあデメリットとしては、まず、いわゆるアマチュアとプロが完全に分かれるんですよ。で今分かれてるんですよ。COD プロリーグと、この下が COD チャレンジャーって言って、まあ、いわゆるアマチュアのトーナメントがもう完全に別個に開かれてる状態で、フランチャイズ化される前は COD は例えば無名のアマチュアチームがトーナメント勝ち上がっていけばプロたちがいる決勝戦まで出られるっていう仕組みだったんだけど、もう今はそれが完全にない状態だから、無名チームが優勝するチャンスっていうのは基本的にもうなくなった。無名チームがそのプロのリーグに入るには、まあ、シンプルにプロチームからスカウトさせてもらう、プロチームに入るっていう、まあ、だけど、まあ、それが普通なんじゃないかなって僕は思いますの。スポーツから見てもね、視聴者が集まってきて競技人口も増えてきて、ね、お金が回るようになってきた大会っていうのは、まあ、スポーツと一緒でそういう道になるんじゃないかなって、それが当たり前なんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、結局だって強ければプロチームにあのスカウトされてプロリーグ行けるんだから、結局強いものが上に行くっていう仕組み、それはまあ当たり前なんじゃないかなって思いますね。まあ、日本で言えば、うん、まあ日本もだからプロたちが行ける決勝には行けなくなったけど、日本は別にまあチャレンジャーズ出れるんですよ、日本から。で、五郎たち、ラッシュもチームとして千代寺チャレンジャーズ出てる。だけどあのオーストラリアが強すぎて、オーストラリアにワンチャンオンラインで勝てれば、あの決勝戦でアメリカとか行けたりするんだけど、現状日本プロチームは海外勢と渡り合えるポテンシャルあるんですか？もうね、全くないです。全くないです。ここが日本っす。ここが日本、オーストラリア、で、アメリカがなんかもうこんなあるぐらい。アメリカの COD はマジでレベル違います。それはまあ、あれだね、歴史の差もあるし、10年以上歴史の差もあるし、環境もやっぱ全然違うし、国民性もかなり関係してますね。国民性、その戦闘スタイル。で、アメリカのその、プロリーグ、いや公式戦にデビューする年齢が18歳からなんだけど、でその18歳になるまでにアマチュア その若い子たち何してるかっていうと、もう10代とか9歳とかもうそれぐらいの年齢からそのアメリカで開かれてる、毎日開かれてる賞金付き大会に出てるんですよ。
でそこでめっちゃあの力つけて強くなって有名になったやつらが18歳になってプロチームからスカウトされてフランチャイズリーグにデビューするって感じ。本当に毎日賞金大会あるからね。でこれなんで賞金大会あるかっていうと、あのお金参加費出すんですよ。お金掛け合ってるの、参加費が賞金になってるっていう。日本だと賭博法でアウトになるっていう、その仕組みで毎日賞金大会やってるから、あのやっぱお金かかってる大会って本気度がレベル違うから、そんな環境でやってるとね、本当もう全然違う。チンプセリウム、そうっすね、戦闘民族。いや本当ね、戦闘民族っすよ。パッション、パッションもすごい。僕が世界大会行ってあのアメリカで合宿した時のそのエアビーの家の持ち主のオーナーさんが大会行くって話した時に、あの僕たちがね、お前ら相手を本気で殺すつもりで、ね、アメリカの大会は本気で殺すつもりで行けって言われましたからねもうパッションだって言って、アメリカはマジで相手を煽ってでもマジで殺す気で行けって言われました。まあ、それぐらいのパッションがないといかんぞっていう物騒すぎるというか、まあでも実際大会というかそういう真剣勝負、スポーツもそうだけど、それぐらいのパッションはやっぱ必要だとは思う。本当にスポーツマンシップを守って仲良くやりましょうだと、まあ本気度はまあちょっと違う気がする。まあ、COD のその仕組みとしてはそんな感じ。今はフランチャイズリーグとチャレンジャーズっていうアマチュアとプロが分かれてるやつで、僕は長期的に見ればやっぱゲームにとってはフランチャイズリーグにした方が良かったと思う。本当に現にあの今日本だと全く話題になってないんだけど、海外の CDL、 COD の e スポーツめっちゃ今盛り上がってる。すげえ盛り上がってる。まあスカンピーが引退して、スカンピーがミラー配信するようになって、なんか同説がすげえ増えたっていうのもあるけど、でもやっぱり安定してクオリティの高い大会がずっと開かれてて、選手たちもお金が潤ってて、すごくいいと思う。僕は同説稼いでたね。そう、 CDL 過去最高かもしれないですね今。 COD の盛り上がりというか、ウォーゾーンもまあこれからランクも来るし、 CDL、 COD もランク来て盛り上がってるし、 CDL も盛り上がってるし、COD の盛り上がりとしてはマジで過去最高かもしれないですね本当に。バロラントとかエペは正直ゲームが違うからわからない。一つの e スポーツゲームってくくってもゲーム自体は本当全部違うから、スポーツで言うともうテニスと野球だったりとかサッカーとか本当全然違うから、ゲームで同じゲームでも正直比べられない、うん、COD に関してはプロ目指すならアメリカ移住しないと無理ですね。しかもめっちゃ若い頃から行かないとダメ。18じゃダメっす。10歳前後で行きましょう。10歳前後で行って、そっからもう毎日賞金大会行って、名を上げてプロリーグにスカウトさせてもらうっていう、そのやり方だね、本当に。COD の盛り上がりというか。